こんにちは、アドブローです。今回はスピード MP レジェンドですね、初めて実践で、使用してきましたので、その感想をお届けします。まあ、今回ですね、ようやく実践形式、まあ、ダブルスの、ね、実践形式でこのスピード MP レジェンドを使うことができましたので、まあ、その感想をお話ししていくんですけれども、一応ですね、まあ、2本購入してありまして、ちょっとセッティングを変えて、持っていきました。まず1本目は前回と同じ実は3の 1.23 を48ポンドで貼ったもので、2本目はまあとりあえずね、あえてナイロンやってみるかと思いまして、ブリオの 1.30 を45ポンドで貼ってみました。で、重量的にはね、どちらもストリングほぼ同じでした。まあ、太さが違うんで、素材が違っても、大体同じぐらいの重量に落ち着いてます。ただ、もともとのフレームがですね、5ポイントぐらいスイングウェイト差がありましたので、そこは、少しね、重りを足して、揃えるようにしています。で、前回、すでに動画ね、初打ちの、動画出しているんですけれども、雨の中の練習のラリーというような形でしたので、まあ、晴れていて、なおかつゲームの形式でっていうのは今回が初めてになります。で、練習の段階、まあ、前回の練習の段階では、まあ、見た目はね、もちろんいいですし、で、打球感としては柔らかくて、まあ、なかなかこう、しなやか、しっとりしてるなという、そんな感触はあったんですけれども、逆に、まあ、雨の影響もあんのかな、なんか持ちすぎちゃって飛ばないなみたいなね、そういう感覚があったので、それがまあその晴れた日の、オムニで、なおかつその試合の中でどういう風に感じるのかっていうのを確かめてきたという、そんな感じになっております。まあ、ここからね、感想をお話ししていきますけれども、いつも通りゆるい、喋りになりますんで、はい、作業のお供だったりとかね、通勤通学のお供に聞いていただければなと思います。で、まずね、両方使って軽くアップのラリーしてみた感想からお話しさせていただきますけれども、まずブリを使ってみました。はい。で、ナイロンっていうこともありまして、まあ、手応えはね、少し軽くなりました。実は3って打ってた時に、ちょっとね、その持ちすぎるなという感覚、まあ、手応えもちょっと重たいなという感覚があったんで、じゃあちょっとナイロンで確かめてみようというところで、まあ、確かにね、手応え軽くなって、そこは、ま、狙い通りだったかなとは思いますし、なんか感覚的に、その、手応えが軽いからなのか、なんか操作性もいいような、錯覚が、ありましたね。はい。で、さっきも言いましたけど、ストリングの重量自体はどっちもね、その実は3もブリオも同じぐらい、15.8 とか、まあそのぐらいでしたので、まあそこはね、ほとんど変わらないんで、まあおそらくその物理的な重量というより、そのインパクトの時のフィーリングから生まれてくる印象なのかなという気はしますね。はい。ただ、まあ、手応え軽くなったなというところは良かったんですけれども、飛距離とスピードに関してはなかなか出ないなという感じがしました。なんかね、こう、吸収しちゃう感じ、っていうのがすごく強いなと思いました。なんかこう、23ミリのフレームっていうようなパワー感ではなくて、なんかクラシカルなラケットに柔らかいストリング貼ってるかのような印象。な、よく言えばすごい柔らかいし、手応えもまあ少し軽いんで、柔らかくて、こういうのも好きっていう人もいるんでしょうけれども、まあ、スピードがあんまり出ないし、あとはまあその相手にちょっとね、強く打たれると、なかなかこううまく、こちらのスイングのパワーが伝わらないような感じがして、まあ、打ち負けちゃうというか、まあ、うまく打ち返せない場面も多くてですね、正直その、フレームとの相性はあんまり良くないのかなっていうふうに思いました。わざわざこのスピードに、ブリを張って使うっていうのは、まあね、できなくはないというか、別にプレイできないとは思わないですけど、ちょっと飛びが抑制されすぎてしまって、なんかラケットの強みがあんまり出ないかなっていう気はしましたね。はい。まあ、ただ、その、フィーリングを活かして、薄いグリップでフラット目に、ゆったり大きくスイングして、飛距離を出したいよっていう人であれば、まあ、ワンチャンありかもしれないんですけど、まあ、僕そういうスタイルじゃないんで、まあ、ちょっと、とあれ合わないかもしんないなと思いながらラリーをしてました。で、次に、実は3貼ってる方に持ち替えまして、まあこっちはね、前回も使ってます。で、まあウェットコンディションでしか使ってなかったんで、はい、まあ晴れの状況でね、乾燥がどう変わるのか、まあちなみにこの日なんですけれども、まあそんなに寒くなかったです。半袖ハーパンで、まあ普通にアップスタートできるぐらいの気温はありました。
で、まあそうですね、打ってみてやっぱり打球感は柔らかいししっとりしてるなと思います。そこはもう雨の日打った時と感想はね、まあ、別にそんなに変わんなかったですね。はい。でさっきも言いましたけれども、その、まあ、このスピード MP レジェンドって 23mm のフラットビームなんですけれども、なんかこうね、その 23mm っていう厚みから想像するよりは、まあ、かなり柔らかい、かなりしなやかだなと思います。例えばなんかこう 21mm、22mm のボックスフレームですよって言われたら、まあ、信じちゃうレベルだなと思いますね。はい。でまあ、あとそうですね、あのブリオと比べると実は3になって、まあ、少しこうパワーロスは少なく感じますけれども、手応えが重いし、ちょっとこうインパクトの時の衝撃感が強い感じもあって、これはこれでまあそこでのインパクトでのその強さというか、あスイングの、エネルギーが必要とされるなという感じがしましたね。だから、まあ、しっかり振っていく人向けだよねっていう感じはしますね、どっちでも。はい。なのでまあそうですね、アップの時点で、いや、この感覚で2時間プレイ続けられるのかなっていうような不安はちょっと覚えましたね。で、ちなみにこの日はもうスピード MP レジェンド以外は使わないようにですね、別のラケットですね、例えばその E ゾーンであったりとか、ピアストだったりとか、ブーンとかっていうのはもう家に置いてったんですよ。持っていかなかったんですよ。まあ、保険をかけずにプレイしようというような感じで、まあ、そうですね、まあ、先に結論言っちゃうと、後々ちょっと少し後悔したかなっていう感じでしたね。はい。で、まあ、ここからはね、実際ダブルスで、使ってみた感想について、触れていきたいなと思います。はい。で、まずはね、G2A3 メインでプレイをしてみました。で、まあ、いろんな状況ありましたけれども、まあ、ここが良かったんじゃないかっていうのをピックアップすると、まあ、サービスゲームかなと思います。はい。で、サーブに関しては、なんて言うんでしょう、重み、ラケット自体の重みっていうのも感じますし、まあ、うまくスイングすれば、ある程度、こう、フラット系のボールのスピードが出てくれるという感覚はありました。うん。で、スピードの出方。ボールのスピードの出方っていうのは同じ 23mm の CX400 ツアー、まあ、これスペック一緒なんですけれども、ほとんどね、とはだいぶ違う、もう全然違うなと思いましたね。CX の方がカチッとして反発もプラスされて、初速がドンと出るような感じなのに対して、スピードはもう完全に、まあ、薄らけのそれって言ったらいいんですかね。まあ、イメージ的には、まあ、最近使った中で言うと TF40 が割と近い感じで、しなやかさがありつつ、うん、で、まあ、スピードに関してはそこにプラスして 300g ちょいっていう、まあ、あとはスイングウェイトもね、ありますんで、そういった重みを生かして、フラットサーブがグンといく感じなんで、なんかちょっと、そうですね、僕自身の感想としては、クラシカルなラケットを使ってる時のイメージにちょっと近いなと思いました。で、これ前作ではそういう風には感じなかったので、前作のスピードでは全然そういった感覚ってなかったので、うん、あ、だいぶ違うんだなと思いましたね。はい。で、あとはまあ TF40 と違うのは、そのストリングのピッチの広さとか、まあそういった部分もあるんで、回転系のサーブもね、十分打つことができるっていうのはスピード MP レジェンドのまあメリットでもあるかなと思います。ただストロークの時と同じで、まあスピンをかけて強いボールを打つってなる時には、まあやっぱり頑張って打たないといけないよねっていう感じはありますね。はい。まあ、ちょっとこうなんだろうな、振り上げる時にはエネルギーの消費が大きくなるような感じがあります。どっちかっていうと、そのフラット系、後ろから前に綺麗にエネルギーを伝えて、フレームのしなやかさでうまくこうコントロールして、深いサーブで相手をこう差し込ませる、うん、押し込むみたいな、まあ、そんな感じの使い方の方がいいかなと思います。はい。で、まあ正直助けてくれる感じはね、ないですね。サーブに関しても助けてくれる感じではないんですけれども、ちゃんと振り切れれば、まあいい感じのフラットサーブがいきますし、うん、まあ頑張ればスピン系もね、ちゃんと変化もしてくれるしっていうところで、うん、まあただまあ繰り返し言ってますけど、僕が使うんであれば、この重さとしなやかさを生かして、ちょっとこうリラックスして打つイメージを持っておかないと、正直2時間持たないかなっていう、これまあ
今回はダブルスだったんで、サービスゲームそこまで回数やってるわけじゃないんであれでしたけれども、シングルスでね、例えばまあツオさんとね、あの撮影するときで大体4時間がっつり試合やってるんですけど、さすがにそれは持たんだろうなという感じはしましたね。はい。でまあサーブはねそんな感じで良かったんですけれども、他の部分見ていくと、まあそうですね、まあリターンであったりとかストロークであったりとかっていう部分に関して言うと、まあ早いテンポのラリーはちょっときつく感じましたね。でまあフレームがしなやかっていうこともありまして、コンパクトに打つっていうよりは大きくダイナミックに振った方がまあ当然パワーは出るんですよね。はい。でまあ、小さく合わせるだけの打ち方になっちゃうと、ちょっとエネルギーを吸収してしまう感じがありまして、ちょっとこううまく球威が乗らない、まあ相手のチャンスボールになってしまう、まあポーチ出られてしまう、そういうのがちょっと多いかなという感じがありまして、うん。なのでまあリターンであったりストロークだったりで、まあ早いテンポのラリーについていくのはちょっと大変、まあそのヘッド側の重みっていうのもちょっと感じる部分もありますし、ちょっとこうレスポンスがいいというよりは乗ってから飛ぶっていう感じが強いんで、僕そういうのでねライジング打つとかってあんま得意じゃないんですね。はい。なのでなかなかこうついていけなかったかなと。どうしてもこう後ろに下がってチャージショットを打ちたいと溜めてドンみたいな感じで行きたくなっちゃう感じのフィーリングのラケットでしたねと。はい。でまあ同じヘッドなんですけど、まあ最近使ってたブン MP、まあこちらで完全にそのコンパクトに振って合わせるとか、ブロックして飛ばすとか、そういうのは非常にやりやすくて、はい、まあ正直あのブン MP 最近使った中ではね、飛び抜けてダブルスしやすかったんで、まあそれと比べちゃうと正直、まあ、スピード MP 使う理由どうなんだろう。外観めっちゃねかっこいいですけど、性能的な部分で言うと、そうですね、フラットサーブがまあ走るかなっていうところぐらいで、それ以外はもうほぼほぼボレーもストロークも、分の方が打ちやすいなとは思いました。はい。で以上、そうですね、ネットプレイについても触れておきたいなと思うんですけれども、まあ、正直あのストローク打ってて、さっきも言いましたけれども、ちょっと早いテンポでさばくのがちょっと難しいで、まあ大きく振らないといけないっていうのもあって、まあちょっとカロリー消費が大きいなっていうのもあったんで、隙あらばまあ前に出て仕掛けようみたいな意識は持ってやってましたが、まあ打った感想としては可もなく不可もなくかなっていうような感じですね。はい。ボレーがすごく打ちやすいとか、ボレーですごくこうアシストされるとか打ちやすいとかっていう感覚っていうのは正直なかったですね。はい。で、ボレーに関しては前作のスピードの方が僕はやっぱり好きかなと。もっとこう軽く、レスポンスのいい感じで飛んでくれたんで、パチンと弾けるっていうような感じかなと思います。はい。ただ、まあいいところも当然ありまして、その相手の速いボールに対しても、こう、まあ、しっかり前で、準備さえできていれば、ラケットがその相手のボールを押し込まれるような感覚っていうのは意外と少ない。まあこれは重みとかね、フレームのしなやかさとかが影響してるのかなと思うんですけれども、まあ、うまくコンタクトさえできれば、とりあえず相手コートには返ってくれるっていうような感じはありましたねと。はい。まあそうですね、そういった部分はいいのかなと思いましたが、ただそうですね、やっぱりここでも少し重たく感じる部分もありましたし、ボレーでも乗っかる感じ、ボールが乗っかる感じっていうのはありましたので、うん、まあそうですね、 なかなかこうパンチのあるボレーにするっていうのは大変だったかなと思いますね。どっちかっていうとゆったり深く運ぶようなボレーの方が相性はいい、僕からするとね、いいのかなと思いました。であとはまあ実は3とブリオ両方でまあボレーもしましたけれども、ボレー、そうですね、ブリオの方がより掴んじゃう、より吸収しちゃう感じもして、なんかね実は3の方がボレーに関してはいいかなと思いました。うん。まあそうですね、なかなかまあ言うてどっちもね、ちょっとボレーはね難しい瞬間もありましたねというような感じでしたね。はい。であとはまあそれ以外のね細かい感想になってくるんですけれども、そうですね、まあこうやって晴れの、まあ、夕方のオムニコートでプレーしてみてなんですが、とりあえず思ったのは、まあ、やっぱり黒の見た目かっこいいなと思いましたね。はい。で晴れの夕方なんですけれども、
まあそうですね、映像見てもわかると思うんですが、もう本当に真っ黒にしか見えないテッカテカのラケットっていう感じ、はい、もう本当にね、映像で見ると真っ黒だと思いますし、で実際そのプレイしている時、自分の手元、まあ当然見ると思うんですけれども、この時に文字とかね、まあほとんど目立たないんですよ、実際自分が手に持ってても、はい、なので使ってる側、そのプレイヤー側としてもほとんど真っ黒に見えるという非常にレアなラケットかなと思います。目に飛び込んでくるその文字情報みたいなのが極めて少ないモデルだと思いますので、なんかこうなんだろうな、意識をそがれないというか、はい、もう真っ黒いラケットがあるだけで、これ他の人にも言われたんですけど、マジでなんかプロストックのラケット、真っ黒、本当に真っ黒に塗ってあるだけのラケットを持ってるみたいに見えるというような感じで言われましたし、もう実際本当にその通りだなと思いますね。はい、でまああとそうですね、全体的な使用感に関してはですね、まあちょっとそのタッチ系だったりとか小技みたいなのは、これは結構難しかったですね。はい、で例えばその相手のボールが、浅く短く低くみたいなね、でそれをこう前に走りながら、まあ、ちょっとこうタッチで処理するみたいなのあると思うんですよ。例えばアングルにちょんってこうバレないようにね、はい、返したりとか、ボール自体ゆっくりなんだけど相手の足元にこう沈めたりとか、ギリギリまで溜めてロブにして相手の頭上を狙ったりとかみたいな、そういうこう最後の局面、小手先の操作による打ち分けっていうのをやるシーンってあると思うんですよ、実際に。あると思うんですけど、それをちょっと受け付けてくれない。受け付けませんよっていう風に言われてる感じは正直しましたね。ヘッドが重たいんで、まあ、まずちょっと出てこないというか、ラグを少し感じるのと、いざ出てきちゃうと、特にロブとかそうだったんですけど、飛んじゃったりとか。あと小手先でもそのちょっと足元を沈めたかったのが、思ったよりヘッドが走って、ただのチャンスボールになったりとかっていうのがありました。まあもちろんそこはね、技術的な部分だったりとか感覚的な、まあ、熟練度とか、まあ、いろんな理由ありますけれども、はい、ありますけれども、ちょっとこう他のラケットに比べて難しく感じた部分だったかなと思います。はい、でストリングに関しては、まあ、実は3とブリを2つ使いましたけれども、まあ、この2つで比較すると僕は実は3の方がこのスピード MP レジェンドを使う、まあそのメリットっていうのが少なからずまだ感じられるんじゃないかなと思いましたね。ブリオだとちょっと、まあ確かにその打感の軽さとか、優しい感触っていうのはあるんですが、まあ吸収しすぎる感じもあるし、まあナイロンなんで仕方ないんですけど、スピンもちょっとこう引っかかり感っていうのが弱くなるし、フラット系メインでも合わせるとか送るようなイメージでプレイしたいよっていうんだったら、まあありかもしれないですけれども、ちょっとこうしっくりこなかった、かなと思いますね。僕には合わなかったなというような感じでございました。はい、なのでまあこうプレイしてみて、まあ、サービスゲームはね楽しくやれましたけれども、それ以外は結構こう悪戦苦闘しながら、まあ、頑張りました。まあ、そんな感じだったのかなと思います。はい、はい、ということで今回の動画のねまとめに行きたいと思います。今回はスピード MP のレジェンド、初めてダブルスで使用してきました。一応実は3とブリをね両方試しました。で、こうやって振り返ってみると感想としては辛いなと結構辛いラケットだなというふうに感じました。で、さっきも言いましたけれども、まあ、サービスゲームで自分がサブ打ってる時はですね、まだこうフラット系のサーブで押し込んでやろうと、でそこから展開して点を取ってやろうみたいなね、ポジティブなマインドでいられたんですが、まあ、それ以外のそのリターンゲームであったりとか、まあ、サーブの勢の、タイミングだったりとかっていう時に、こうどうやって打とうとか、どうプレイしようとかっていうのを、まあちょっとこうネガティブというか、パッシブな状況って言ったらいいんですかね、あまりこう自分がどうしようと能動的にプレイできてなかった感じはあったかなと思いますね。強い気持ちでプレイはできてなかったなという気はします。はい、でもう本当に前作のスピードとはもう全然違うイメージになったなと思います。その特にその柔らかさ、しっとり感みたいなところが、まあ、より強調されたかなと思います。はい、
で、まあ、その結果として今回のこのスピード MP なんですけど、前作よりは正直ハードルの高いラケットになってるんじゃないかなと僕は感じましたし、まあそうですね、女性プレイヤーよりは男性プレイヤー向けなラケットだとも思います。で、一応このスピードってまあ五角形に近いって言ったらいいんですかね、五角形六角形と、まあ、多角形のそのハイブリッド形状みたいなタイプの 23mm 厚のフレームなんですけれども、もっとこう薄いボックス系のラケットに近い印象にはなりましたねと。はい、でこれもう本当にあくまで個人的な意見にはなりますけれども、アイプレステージのミッドプラスってまあ昔あったじゃないですか。もう本当に僕テニス始めた時なんで2003年とか、まあ、20年ぐらい前のモデルですけれども、これを現代風にリバイバルしたら、まあ、なんかこんな感触になるんじゃないかなっていう風に思いました。まあ、例えばあのグラファイトとかもね、あのファントムグラファイトになってリバイバルされてるじゃないですか。だからまあアイプレステージ、まあ今もねプレステージ自体ありますけれども、アイプレステージを今風に作ったらっていうのを考えると、こんなような感触、今回やったその、ね、スピード MP レジェンドみたいな感触になるんじゃないかなって個人的には思いましたというような感じですね。はい、で、まあ、2020年代中盤になって、その大きなトレンド、ラケット市場の大きなトレンドって間違いなく僕はこれ減衰性だと思ってるんですね。まあもちろん2020年代入ってから、まあ、この5年ぐらい、徐々にこう強まってきてる、まあ、この5年のスパンの、大きなトレンドと言ってもいいのかもしれないかなとは思っているんですが、で実際このスピード、新しいスピードに関しても RH は実際下がってますし、まあ、あとはそのテクノロジー的にはオーセチクの 2.0 が入ったことで、おそらくまあ減衰性も上がっているでしょうと。でそこで、まあ、スペック的には前作軽い個体が多かったところを、今回はしっかり重さも出てる、シングルウェイトも出てるっていうところで、まあ、そこでパワーを補ってるというような感じで、まあ、こうやって見るとこのスピード MP っていうのは、まあ、使いやすいかどうかは別にしてですね、非常にこう今のラケット市場のトレンドを抑えているモデルなんじゃないかなとは思いましたね。はい、で僕20代前半の時ってこうとにかくフレームしなやかなものが好きだったんですよ。それこそ X ブレードの315とか、めちゃめちゃこうしなやかなモデル使ってたんですけれども、まあ、僕がもしまだそのぐらいの年代だったら、このスピード MP レジェンド、まあもうね大好きだったと思いますね。はい、まあ、感触もいい、ビジュアルもいい、もう最高だぜと言ってたんじゃないかなと思いますね。まあただね、自分自身もまあ年を重ねて、好みも変わりましたし、体力もね、スキルも当然変わっているわけですから、まあ、ちょっとね、買ったはいいものの、まあ、スピード MP じゃないなというのは、今回実践を通して、まあ、よりこう確信めいたものになったかなと思いますし、うん、まあ、あとはそうですね、何が悲しいかと、こうプレイしててもなんかその一緒にプレイしてる人を褒められる場面があまりなかったなという気がしますね。例えば、まあ、いいタッチだねとか、あ、いいサーブだったねとか、いいスピンとか、まあ、いいポイントの取り方だったねとか、まあなんかね、いいプレイしてる時って何かしら褒めてもらえるシーンとかって当然皆さんもあると思うんですけれども、それが、極めて少なかったかなという気はしますね。本当にサーブのフラットが、まあ入って、まあ、それが良かったかな、どうかなっていうような感じの時だけだったかなっていう気がします。はい、という感じで、まあ初めての実践だったんですが、まあ、正直ちょっとね、まあ、厳しい結果になったかなというふうに思います。で、まあ、次の動画の予告になるんですけれども、エクスプロッシブスピード貼って、あとは実は3と、あとはピュアストの98と、ブーン MP とっていう感じで、マイラケをどれにするかっていうのを、ライズテニスサービスの高田さんと一緒にこう打ちながら考えていくっていう撮影をしました。はい。なので、まあ、そっちも楽しみにしておいていただければなと思いますし、まあ、先にネタバレになりますけど、エクスプロッシブスピードはめっちゃ良かったです。めっちゃ良かったです。ああいうタイプのストリング貼らないとダメなんだなっていうのはちょっと気づいたんで、はい。まあそういったのも、詳細はまた次回ね、お話ししていきたいなと思います。はい。ということでね、まあ、今回の
スピード MP レジェンドの感想をお届けさせていただきましたので、まあこれをね聞いて、レジェンド欲しくなるっていう人は多分そんなにないのかなとは思うんですが、まあぜひラケット選びのね一つの参考としてご活用いただければなと思います。まあ少しでもね、参考になったとか楽しめたよっていう方は、まあいいねボタンで、教えていただけたら嬉しいです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは。